こんにちは。昨日はですね、Apple のね、iPhone 12 Pro、これをまあ一つのね、まあビデオカメラとしてですね、まあビデオ適正というのはまあどういうものなのかということで、で昨日、モザミニ MX というジンバルの上に乗せて、超広角の 13mm というねワイドアングルで、まあ、子供をね、まあ、ジンバルで、私はジンバル歩きして、まあ、撮影をしました。で結果どうだったかと言いますと、いやものすごくね安定してました。もう本当ね、全力で走っても多分ブレないんじゃないかなというぐらいに、まあ、安定素材が、まあ、このアップルの iPhone 12も素晴らしいですし、でジンバルもね大きなブレを補正してくれるんで、この組み合わせはもう本当最強だなということを思いまして、まあ、今後ね、まあ、この 13mm だけじゃなくて 26mm、52mm って3種類ありますんで、まあ、まさにね作品が作っていけるなという確信に至りました。ただね、1個だけね気に入らないことがありました。でそれが何かと言いますとですね、 HDR ですね、まあ、昨日の動画の中でもちょっと触れたんですけど、映像を見てるとですね、妙に子供の肌とか、まあ、風景とかがのっぺりしていて、で変な色がのっちゃってるっていうね、はい、まあ、HDR っていうのは明るい部分をグッと下げて、まあ、音のコンプレッサーみたいなもんでリミッターとコンプで持ち上げる、暗いところを持ち上げて明るいところはこう圧縮するってことで、圧縮する分だけ、まあ、本来明度の明かり、まあ、明かりというか光がこう乗ってるところにグッと圧縮かけるもんですから、色の成分だけが残って結果相対的に彩度が上がるんですよ。人の肌が妙にイエローになったりとかオレンジになったりとか、まあ、そういう印象ありませんか？ HDR の不自然なのっぺりした絵、まあ、絵画みたいなね。でそれがまあ HDR がこう映えるような風景写真とかだったら適度にかけることで、まあ、すげえっていうね、すごいっていう写真になると思うんですよ。それはね全然いいと思うんですが、日常でね、まあ、子供をまあ普通に撮りましたという時に、わざわざいちいちねこの HDR がかかってもらっちゃ困るということで、早速ですね私、まあ、昨夜、まあ、その HDR 臭さっていうのがあったんで、何したかっていうと、この Apple のねこの最初の iPhone の、設定のところでカメラをいじるとかあるじゃないですか。カメラの設定項目で一番下にねスマート HDR っていうのがありまして、でこれをオフにしました。でもう一つね、まあ、ついでにねシーン検出っていうのがあって、イメージをインテリジェントに認識してさまざまなシーンの写真をより美しくしますと、でこれもついでにオフにしました。まあ、要はね勝手にこのカメラが、まあ、このスマホがね勝手にお化粧すんなよと、ね、お化粧すんなよと、もう生のねそのままのやつを見せてくれということでオフにしたんですが、ね、今これオフになってます。それでもなおですね、ビデオで撮った時っていうのは、そもそもね撮影の時にね HDR オンオフとかっていうボタンもないですし、でこれで自撮りなんかするんですけどね、まあ、こうやって自撮りなんかするんですけど、今撮ってますねこれね、はい、これ撮ってます。でオフにするじゃないですか。でこれ撮ったやつを見るじゃないですか。そしたらねここにねHDR って書いてるんですよ、これ。ちょっと今見えなかったかな。ほら、ここに HDR って書いてるんですよ。ね、HDR で撮られたものだから、これ通常の SDR じゃないよ、ということなんです。勝手に圧縮がかかっちゃってるんですね。で、ネットで調べたりとかもしたんですけど、まあ、やっぱりね、まあ、お決まりのその設定でスマート HDR をオフにするっていうところ。まあ、これの解説は書いてあっても、それでもなおね、ビデオで強制的に圧縮されちゃってるっていうのを、まあ、なおオフにするということね。それでもなおオフにするという、まあ、設定は特に見当たらないんで。でね、まあ、先ほども言いましたが、まあ、この圧縮っていうのが妙にこうかかってしまうとですね、まあ、本来の光の強弱とか、肌の強弱とかね、まあ、せっかくまあ、意図的にライティングしてね、まあ、陰影をつける。あえてこう明るいところ、こう暗いところ、陰影をつけるようなライティング、まあ私とかライティングしませんけど、そういうことをやった時でも、のぺっとなってしまって、のぺっとなって、明るいところがぐーっとこう下がって、で、さっきも言ったけど、相対的にね、色の成分だけが浮き出てきて、サイドがベタっとね、ベタっと、本来だったら白く、白くちょっと黄みがかって白くこう抜けていくようなところが、ぐっと明度、ルミナンスの明度だけ下がって、なんかね、妙にベタッとイエローがついてる、オレンジがついてるみたいなね。そういう、HDR 臭いような、今までこう経験ってないですかね。まさにね、それを見てるんですよね。
この iPhone 12 Pro の映像、ビデオ映像っていうのが。でね、今後、まあこれでね、まあそこそこ本格的な映像を撮っていこうというときにですね、まあこの設定をなんとかオフにできないかなということを考えておりまして、まあ皆さんですね、まあ私なんかよりもおそらく皆さんの方が、この、iPhone 12で、まあこの新型の iPhone でビデオを撮影するってことについては、まあおそらくいろんな情報をお持ちだと思いますんで、もしね、この設定をそもそもね、もう根っこからこうオフにするような、そういうものが、情報があればですね、教えていただきたいなというふうに思います。はい。それさえ叶えばですね、まあ通常の SDR で白いところは白、明るくするとこう白飛びするし、アンダーだと黒つぶれするし、まあそういうね、まあちゃんとマージンみたいなものがあって、そのラチチュードの中に露出をしっかり抑えて、収めて、ね、レンジの中にしっかり収めて、で、撮る側としてはね、まあオート任せじゃなくて、しっかり白飛びしないように、もしくは黒つぶれしないようにということで、適切な露出っていうのをちゃんと設定して、で、撮っていくと。まあこれがやっぱりね、まあそこそこカメラを扱う人が、マニュアルでしっかりね、露出を決める、まあ醍醐味じゃないですか。この醍醐味をね、やっぱ失われたくないですよね。奪われたくないんですよね。はい。ですので、下手にこう圧縮するからどんな露出でも大丈夫だよっていう風にはなってほしくないし、妙になんかね、変な色がついちゃったような HDR 臭いのっぺりした映像っていうのも私は嫌いですし、まあ、そこはね、選択の余地を与えていただきたいなということをこの新型の iPhone については思います。はい。ちなみにですね、まあ、こちらのモザミニ MX ですね。まあ、昨日使ったジンバルです。これね、三脚がね、まあ、このような形で、こう一緒につけてね、まあ、オペレーションできるということで、まあ、本来だったらね、三脚なければ、まあ、こんな感じなんですよ。はい。ちょっとね、普通のジンバルと違って変わった形状してますよね。まあ、こここう、45度じゃないけど、まあ、斜めになってますよね。まあ、このようなタイプのスマホ用ジンバルっていうのは、まあ、最近ね、多いと思います。はい。まあ、ちょっとね、あの、スマホジンバル、慣れない方は違和感あるかもしれませんが、普通にね、まあ、このように安定して撮れると。で、このジンバルはちょっとこう、折りたたみができるということで、こう、ぐるっと回してね、まあ、収納できるということで、ちょっと変わってるんで、まあ、こんなところにね、三脚のネジ穴があると。で、これをねじ込めば、もう通常ね、もうこれねじ込みっぱなしでいいんじゃないかなと。でそうすると、まあグリップをね、こうやって立てるときも、まあかなり低い、まあ低重心で、まあここのグリップの先端にやるよりも、まあこのような形でね、まあ収まりよく立てることもできますし、で、この三脚をもうつけっぱなしにして、まあ、使うと。でね、もっといいのはね、もっといいのは、これね、こうやって使うんですよ、こうやって。こうやって歩くんですよ。でね、これね、まあこれジンバル詳しい方はね、まあちょっと分かってくれるかもしれないんですが、軽いカメラ、軽いジンバルじゃないですか、これね。まあこの軽いシステムで歩き取りとかをすると、この人間のこの体のシフトブレっていうんですけどね、上下左右にこうついつい動いてしまうっていう、これがね、ブレというか、まあブレですね、を拾うんですよ。微振動とかじゃなくて、このカメラの平行移動による動きっていうのを拾ってしまうんですよ。だからなるべくそこそこ適度に重い機材の方が本当は安定するんですね。映像、まあ撮れた映像的にはね。で、これね、両手で持つことによってね、まあ、それがね、ある程度回避できるんですよ。なんとなくそういうイメージないですか？こうやってやってこうグダグダなるよりも、この両手でやった方が安定する。で、さらに言うとですね、まあ、ぜひね、まあ、ちょっとベテランの方もですね、実践していただきたいんですが、グッと握るとね、グッと握りしめるとどうなるかっていうと、やっぱり人間の体がこうやって呼吸もしてますし、一緒についていくようなイメージありませんか？だから、両手で握ってるんだから、両方ともね、もうちょっとね、こう遊びがあるぐらいに軽く持つんですよ。柔らかく軽く遊びを持たせて持つんですよ。で、どっちかにちょっと傾けて、ね、これちょうどど真ん中でこうやって持つと、この中でグラグラ動いてしまうイメージがある。だからちょっと寄っかかるような感じで、安定化させるようなね。で、かつ、2つの、まあ、手で持ちでこう歩いていくということをやっていただくと、歩いてる最中
のこのブレもですね、つまりどういうことかというと、シフトブレっていうのは、まあ、本来だったらこういうふうにカメラが動いてしまうのが、まあ、こういうふうに置いていかれるみたいな感じ、置いていかれるみたいな感じ、はい、になりやすい。このグリップをね、軽く両手で持つということで、かつ傾けるということね、よっかかるような感じで、はい、でやっていただくとだいぶね違う映像。こんな軽い機材でシフトブレしてしまうところが、シフトブレなしにすごくねこう安定した、より安定した映像になるんで、ぜひね、ちょっとマニアックな話ですが、おすすめしたいと思います。まあ、そういったところも含めてですね、まあ、当店でこのミニ MX をお買い上げいただくと、まあ、ジンバルを使っている私の目線的にですね、まあ、いろんなこう解説というのをビデオでお付けしますので、ぜひね、当店で、まあ、クーポンコードもお配りしてますのでご利用ください。はい、そんなわけでね、本日は iPhone 12 Proの、ちょっと気になるところですね、についてお話をさせていただきました。アドバイスのほどよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。